おはようございます。2010年6月16日水曜日6時5分になりました。ということでまた、ニュースから見ていきたいと思います。一つ目のニュースはまずこれですね。子ども手当、これは宮城県ですけれども、仙台市ははじめ県内の自治体でその子ども手当の第1回目の支給を終了したということです。月額1万3000円ですね。中学生以下の子どもにその子ども手当というので、出てるわけですけれども、まあ早くもそれに合わせていろんな子ども手当商戦というか、まあそういったものが展開してるわけですけれども、まあね、そもそもこの子ども手当が一体何のためなのあるのかというところで、なんかよくわからなくなってきてますよね。こういうその景気刺激のためにあるのか、その何をしたいがためにこの子ども手当というのが各その子どものいる家庭に配られているのかというのが、もうだんだんこの意味がわからなくなってきてる。でしかもそれの財源がなんか思わしくないような状況になっているという中で、果たしてこれは本当に将来のため、子どものためになってるのかっていうのが何とも難しいところで、まあ今後ですね、こういうその手当というのはいつまで続くのかとか、またそれを続けるために本当にその危機対策がしっかりできるのかっていうのが非常に問われるもので、何とも難しいものだなという感じがしますね。まあよく言われているように、本当の意味でその子ども手当というんであれば、その各家庭に渡すんではなくて、やはりその小学校中学校がその行っても全くお金をかからずに無償で行けるというふうにするのが一番正しい運用じゃないのかなという気はするんですけれども、さて、それではもう一つニュースですね。ですね、これはもうこの前から出たそのはやぶさの話に関わることですけれども、はやぶさ2の予算ということで、将来前向き、仕分けと逆という話です。要はこの前ですね、7年かけてはやぶさが無事地球にまで戻ってきてですね、これで、まあ、まだ結果が出てないですけども、その地球に落ちてきたそのカプセル、戻ってきたカプセルですね、その中に小惑星のかけらでも砂粒でも入ってるとですね、人類初のことなんで、これはもうその科学技術、日本の技術の高さとかレベルの高さ、いろんなことを象徴するものになりうるので、思いっきりですね、これがはやぶさ2の予算を削減してたのがですね、急遽こういう今回のことを受けて、やっぱり予算をつけた方がいいんじゃないかという話になって、まあいろいろまた言ってるわけですけども、野党もそんなんでいいのかみたいな話になったりしてるんですけど、まあでもこういうのがあっていいんじゃないかなと私個人的には思うわけですね。まあそういうふうにその予算っていうのがどういうものに対して、予算を多くしてですね、でまたどういうものの良さを削らなきゃいけないのかっていうのを、まあ、今回その事業仕分けというもので、表に出たことによってやっぱり国民もいろんなことを考えるようになって、やっぱり削るべきものは削らないといけないし、継続すべきものは継続していかないといけないというのも分かってきたわけですし、またまあ私もそのこういう官庁関係の仕事とかですね、いろいろ関わってるがゆえに分かってくることなんですけども、その予算満額つけるっていうのもまたね、それはそれでいろいろやっぱり問題があったりとかですね、運用の仕方そのものに問題があったりするので、そのあたりもその組織上の問題ですね、いろいろその運用組織のあり方とかいうのもやっぱ考え直さないといけないところもいろいろあるかと思うんで、そこはそこでやっぱりしっかりと見て、動いていくということがいいんじゃないかなと思います。まあとにかくこういうそのいろんなことで、ですね、議論して、でまたその修正をかけていくという
最初から全て、正しい答えが出るっていうのはやっぱりなかなか難しいことなんで、こういうことがあって、より良くなっていけばいいんじゃないかなというふうに思う次第です。ということで、6時10分になりました。今日もまたなんか雨が長引いたりしてますけれども、まあ頑張ってやっていきましょう。ということで、ではまた。